その救い主は当時の人々が期待していたような派手な王家の息子として生まれてきたわけではありませんでした。イエス・キリストは神の御子でありながら身を低くして馬小屋の中で乙女、ごく普通の一人の娘乙女マリアからお生まれになります。そしてその素晴らしい救い主の誕生は近くの野原で羊の世話をしていた貧しい羊飼いたちに御使いを通して知らされました。羊飼いたちは喜び悼んで御子イエスに会いに行き神を褒めたたえました。東方の博士たちも遥か遠い国から救い主を一目でも見ようと贈り物を携えて神を礼拝しに来ました。さあ今日はクリスマス、皆さんも私たちと一緒に神様からの最高のプレゼント、救い主主イエス・キリストの誕生を神に感謝しお祝いしましょう。